あ、ちょっと、ケインのコンボだったりちょっと教えようかな、今。あ、はい。研究中に。フローラクローなんですけど、はい、9に1回、1回目、はい、1回目からフローラクローすると当たるんで、これを覚えておけば多分、大体は使えると思います。9、ですぐ出ると、フローラクローの、はい、何っけ、あー、ダメージ増加が。ダメージ増加が増えるんで、9ですぐ出ると一番最高効率のダメージが出るんで、はい、タイマンすごい強いです。あと、ウルトも多分おかしいね。全部の CD がなくなってから入る。なくなってから入って、はい、そこ Q すると当たるのと、はい、ウルトなんですけど、ウルトは結構一番大事で、自分が死ぬ時とか、はい、このスキルは絶対避ける時に使う方が、はい、多分いいと思うのと、結構最後に出た方がいいですね。ギリギリに出た方が多分とてもいいんで、はい、壁多分知ってるかな、壁とかも多分、はい、ケインとかって、まあ、敵がこういうとこにいるとして、前から出るのが弱いんですよ、赤ケインって。青だったら全然いいんですけど、結構ぬらっとして遅いんで、結構こういうミッドとかの時はもうこの辺から、あ、ガンク行く時ですよね。ガンク行く時はもうこの辺から行った方が強いですね、ガンクの仕方とかも。はい、がもうここで裏通っていくとか、うん、トップだったら相手のグロンプの上とか、そうですね、こことか、ね、こっからこういっても全然強いんで、はい、こういうガンクもすごい強いんで覚えとくと、はい、多分すごいガンク決まれる。青ケイン、普通のケインでも多分いけるんで、はい、こことかも強いんで、ボットとかも普通にこことかに結構ワードいいんで、こっからこう入ってこういくガンクが強いんで、うーん、覚えとくと。青剣はもう気にしないで、はい、足が速いんで気にしないでいいんですけど、はい、赤だと、赤って E が長いんで結構こういう裏とか入るのが強いんで覚えとくと、はい、すごいガンクいけると思います。わかりました。ここからこれは多分分かるよね、その意見の。あ、はい、ケース分かったらこういうことも。 あ、そこまでいけるんですか。あ、そこまでいけます。あ、青までいけるんですか。青までいけます。え、あ、それは知りませんでした。最後に Q 使えば、あと敵のジャングル入るときは絶対 E 残すこと。あ、はい、 E があれば多分絶対死なないんで、トップウォッチ買うとき、はい、 Q 行って9で出るんで、これは覚えておくと多分、はい、たまに使えるぐらいだけど。ラバナス行った時って、はい、結局そのミシックはそのフローラークローでも全然フローラー、そうっすね。なんか前だとなんかあれ言ってたじゃないですか、ラバナス行ってマナー胸とジャックソーは試してみたんです。あれでも全然いいと思います。敵によって、まあ、より硬いなら固めというか、まあ、フロントというか、そうですね、だったらこっちの方が、まあ、でもこっちの方があれですよね、キャリーはできますよね。こっちの方が多分キャリーできますね、はい、絶対に。ただもうザックソードも全然いいと思います。あとちょっと悩んでたんですけど、はい、その4つ目のアイテムで、はい、そのブラクリとデスダンスってなんかどっちが多いとかってあります？自分が育ってたらもうブラクリ、はい、でも今ブラクリじゃなくてもいいな、ラバナスあるしクルダンあるんで、はい、もうデスダンスでいいと思う。デスダンスかな、デスダンス丸むつスノーガタも綺麗だと思う。やっとマッチングしました。 OK です。あれ